ルフレ、あなた体調が悪いようね。え、特にそんなことはないけど。いいのよ、私には隠さなくても。あなたのことは全部わかってるから。全部って、例えば何を知ってるんだい？今朝起きてから顔を洗いに行くまでにあくびを3回もしていたでしょう。え、わざわざ数えてたの？朝食のパンを咀嚼する回数は昨日より8回も多かったし、顔を洗う水の量なんて昨日より桶半分くらい多かったわ。そんな細かいところまで。しかも昨日も見てたってこと？昨夜はよく眠れなかったみたいね。一晩に17回も寝返りを打ってたもの。へえ、そんなに。あ、ってサーリャ、もしかして寝てない？そんなことよりも問題はあなたの体調よ。でも安心して、あなたが倒れる前に私が何とかしてあげるから。また何か呪いをかけてくれるの？すでに邪気を払う呪いはかけてあるわ。もう？いつの間に。全然気づかなかったよ。それに毎晩ぐっすり眠れる呪いと毎朝すっきり起きられる呪いも必要ね。毎日それだけ呪ってくれれば安心できそうだね。いいえ、まだ足りないわ。いつ誰があなたに呪術をかけるかわからない。すぐに呪詛返しができるように私が常に目を光らせていないと。サーリャ以外に僕を呪う人なんているのかな。それに気持ちはありがたいけど、毎日朝から晩まで僕を見守るのは大変だろ。そこまでサーリャに世話を焼いてもらうのはさすがに申し訳ないよ。私が好きでやっていることなんだから、申し訳なく思う必要なんてないわ。なんでそこまで僕のために？当然でしょう。あなたは私の運命の人だもの。運命？ああ、そうだったね。あなたを初めて見た時からずっとあなたを見守っていたのよ。うん、わかってる。すごく感謝してるよ。それに僕にとってもサーリャは特別な人なんだよ。本当に？本当だよ。いつもみんなのためにあれこれ呪ってくれているだろう。そうやって頑張っているサーリャの姿を僕はずっと見てきたんだ。知ってたのね、私がみんなを呪ってたこと。うん、だから僕を見守り続けることでサーリャに体を壊してほしくないんだ。分かったわ。無理しない程度にしておく。その代わり僕も君を見守るから、今後はお互いに支え合っていこうね。ルフレが私を見守ってくれる。お互いを見守り支え合う。やっぱりあなたは私の運命の人ね。ルフレ、あなた体調が悪いようね。え？特にそんなことはないと思いますけど。いいのよ、私には隠さなくても。あなたのことは全部わかってるから。全部って、例えば何を知ってるんですか？今朝起きてから顔を洗いに行くまでにあくびを3回もしていたでしょう。え、わざわざ数えてたんですか？朝食のパンを咀嚼する回数は昨日より8回も多かったし、顔を洗う水の量なんて昨日より桶半分くらい多かったわ。そんな細かいところまで。しかも昨日も見てたってことですか？
昨夜はよく眠れなかったみたいね。一晩に17回も寝返りを打ってたもの。そんなに？って、サーリアさん！もしかして寝てないんじゃ？そんなことよりも、問題はあなたの体調よ。でも安心して。あなたが倒れる前に、私が何とかしてあげるから。また何か呪いをかけてくれるんですか？すでに邪気を払う呪いはかけてあるわ。もう？いつの間に？全然気づきませんでした。それに、毎晩ぐっすり眠れる呪いと、毎朝すっきり起きられる呪いも必要ね。毎日それだけ呪ってくれれば安心できそうですね。いいえ、まだ足りないわ。いつ誰があなたに呪術をかけるかわからない。すぐに呪詛返しができるように、私が常に目を光らせていないと。サーリャさん以外に私を呪う人はいないような。それに気持ちはありがたいですが、毎日朝から晩まで私を見守るのは大変では？そこまでサーリャさんにご面倒をかけるのはさすがに申し訳ないです。私が好きでやっていることなんだから、申し訳なく思う必要なんてないわ。なんでそこまで私のために？当然でしょう。あなたは私の運命の人だもの。運命？あ、ええ、そうでしたね。あなたを初めて見た時からずっとあなたを見守っていたのよ。はい、わかっています。とても感謝していますし、それに私にとってもサーリャさんは特別な人なんですよ。本当に？本当です。いつもみんなのためにあれこれ呪ってくれているでしょ。そうやって頑張っているサーリャさんの姿を私はずっと見てきました。知ってたのね、私がみんなを呪ってたこと。ええ、だから私を見守り続けることで体を壊してほしくないんです。分かったわ、無理しない程度にしておく。その代わり私もあなたを見守りますから、今後は支え合っていきましょうね。ルフレが私を見守ってくれる。お互いを見守り支え合う。やっぱりあなたは私の運命の人ね。